こんばんは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。10月はですね、私仕事が経理なんですけども、半期決算でして、本業がかなり忙しくてですね、なかなか動画をアップすることができなかったんですけども、やっとですね仕事も落ち着きまして、徐々にですね動画アップしていきたいなと思っておりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。で、今回はですね、タイトルとかサムネにもある通り、以前別の動画でも上げたことがあるんですけども、修理にですね出しておりましたチューダーのヘリテージブラックベイ、リファレンスナンバー 79230B という、ここに写っている時計ですけども、これがですね修理の方から帰ってきましたので、そちらのですねレビューをさせていただきたいなというふうに思っております。まずはですね、現物からご覧いただこうかなと思うんですけども、はい、こちらの時計ですね。で、これ購入したのがですね、大体、2、3年ぐらい前ですかね。ちょうど私海外赴任から帰ってきてですね、こう平行店、中野ブロードウェイの亀吉さんで購入させていただいたんですけども、海外赴任ですね、非常に僕の中では辛い2年間だったんですよね。英語も喋れない状態で海外に行って、で仕事しててですね、帰ってきてから、自分に対するご褒美という形でですね、購入したのがこの、思い出のですね、チューダーなんですけども、当時あんまりそんなに人気もあんまりなかったですよね。正規店もまだ銀座になかった時期で、で平行店でですね、買うしかなかったということで、そんなに人気もなくて、そうですね、ネットとかでもあんまりこれがいいよなんていうふうにおすすめしている人も少なかったかなと思ってて、特になんか人と被りたくなければチューダーをおすすめですみたいな感じでですね書いてあったので、購入したというところが当時の思い出ですね。で、実際多分中野で他の店とかもそうでしょうけど、当時の値段はですね、大体28万から29万、30万いかないぐらいの価格で売られてたんですけど、ちょっと今回調べたらですね、もう40万ぐらいになってですね、この時計ってね、新品で。びっくりしました。10万ぐらいプラスになってるっていうことになったので、当時ですね、ここの縦、チューダーのですね、このマークが縦にこれなってるんですけど、1個前のですね、79220B ってやつがこれバラのモデルになってて、1個前のモデルっていうのは結構、ね、値上がりしてるんですけども、このですね、79230B までですね、価格が上がってるということで、非常にびっくりしております。で、かれこれもう2年半、3年ぐらい使っていると思うんですけども、やっぱりですね結構使ってきてるので、もう傷が結構ですねついてますね。どうしたらこんな傷つくんだよっていうぐらいですね、2年半ぐらい使ってたので、結構あると思うんですけど、そうですね、こんなところ結構傷ついてますよね。あとここがですねバラの文字が消えちゃってるんですよね。これどうやってこれ消したのかなって思ってるんですけど、はい、こういう形で、もしブラックベイこれあんまりご存知じゃない方とかね、持ったこともないっていう方はたくさんいるかと思うんですけど、やっぱりこの厚みがですね結構厚くて重いですね。この本体自体が非常に重くて、僕が持ってるロレックスのですねプロフェッショナルモデルの GMT マスター2とか、サブマリーナーの黒ですね、あれよりと比べてもですね、やっぱりこの本体自体が重いなという感じます。ただそうは言ってもですね、やっぱり30万前後で買えて、でしかもパワーリザーブ70時間で、このモデル 79230B っていうのは、チューナーのですね自社ムーブメントを使用しているということで、非常に何ですかね、仕様でこの価格帯というのは非常に良かったかなというふうに思いますし、あとやっぱロレックスにないこのベゼルのカラーですよね。青サブはありますけど、それは除いたとしてもですね、このやっぱり青のベゼルのダイバーズウォッチというのは存在しないので、こういうカラーのブルー青好きの方にとってはですね、非常におすすめの1本かなと思います。はい、でかくてやっぱり今の流行りの時計って感じですかね。で、今回ですね、修理をしてきて帰ってきましたということだったんですけど、修理のについてのですね、レビューなんですけども、修理した箇所はですね、ここの青色の部分のですね、ベゼルディスクになります。で、もともとですね、
ここのルミナスポイントというところがですね、あのどこでいつぶつけたのか よく分かってないんですけど、ここが欠けちゃっててですね、でここだけ修理できないかということで相談に行ったんですけども、まあ、結果的には、ね、このベゼルディスクを一式交換しないといけないということで、まあ、ここの、ね、下のベゼルの何ですかね、こう土台の部分まで変えるとすごい値段になるらしいですけど、このベゼルディスク部分だけだったので、まあ、非常に安くは済んだんですけど、それでもですね、交換費用で 16,700円、かかったということで、まあお小遣い制の私にとってはですね、非常に痛手だったんですけども、まあなんとかやある程度ですね、最小の金額で抑えられたので良かったかなと思ってます。まあ、個人的にはですね、そのままもうかけたままで使ってもいいかなと思ってたんですけど、まあオーバーホールまでまだまだ数年ありますし、まあかけた状態で使うのもなんか気分的にどうかなって思ってたので、まあ、今回ですね、交換をして気分を新たにですね、交換することにしました。まあ、やっぱり僕にとってはですね、辛い海外赴任から帰ってきた自分にとってのご褒美という形で非常に思い出深い時計なので、まあ、今後もですね、まあ、傷いっぱいあるんですけど、まあ、それはそれで僕のまあ思い出かなと思いながらですね、まあ、大事に使っていきたいなというふうに思っております。まあ、3年ぐらいでまだまだ全然オーバーホールまで、時間はあると思うんですけども、またですね、使っていって、気になる点とかですね、皆さんに、なんか共有したいようなポイントがあれば、ぜひ、報告させていただきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、本日の動画は以上となります。また中段のですね、ブラックベイとか他の時計の使用レビューについてもですね、させていただければなというふうに思います。はい、長くなりましたが本日の動画は以上となります。